容姿も知能もハイスペック、神様がやる気出した時に作られたのが北川景子。共演者は一通り食い散らかす天使と言われているが、順番待ちできるのはイケメンに限る。大悟と結婚したので現在は順番待ちしても列は進まない。景子、結婚式でも歌いましたが、また改めてこうやって、番組で歌わさせていただきます。聞いてください、圭介。ニュースを読むより自身がニュース記事になる方が多かった青木優子。ニュース記事は読まないが365日中360日テクスをしていると発言してしまう正直者の天使。ナインティナインのミイラ側と結婚し人目にかかっている。今回アンケート入ってませんでしたけど、青木さんもかなり4位5位狙える位置ですよ。そうですか。1年300回セックスするって言ってたでしょ。だからそれは同じ人とですよ。だからそんな短いスカート入ってきちゃった。違う、違う、どうした、どこまで短くする気でいいわけ。深キョンの愛称で国民から親しまれている深田恭子。お笑い芸人から俳優まで来るもの拒まず食わず嫌いなしの女神的存在だが、一般人は順番待ちできない。やばし、やばし、ほらね、食べる。さようなら天さん。今お話ししてるも大丈夫ですか。はいはい、なんかあのビーチボーイズの収録の方も無事進んでいらっしゃるようですが、イケメンか中尾彰以外は順番待ちできない。2000年代前半に一世を風靡した美貌を持つ沖縄恵。グラビアでも活躍するが、バイバイやパックン画像の流出サービスで天使力の違いを見せつける。サイバーエージェントの藤田社長との離婚ではメス行き栽培マンのホリエモンにチクリと批判される。金持ちとイケメンに限り順番待ちができる。リアルキャッツアイとして知られるアビル・ユー。ハゲからお笑い芸人までと狩り場が広く、酒癖も悪く真剣も取れず画像流出もしている。全てが順風満帆な天使。離婚して全真剣が元旦那となり解き放たれ、順番待ちしてもすぐに席につけるがイケメンに限る。はい、来た。いつも鼻くそをつけて誰も鼻くそついていることを教えてくれないモデルとして活躍していた藤井里奈。ジャニーズまたは関東連合などの悪そうなのに弱い天使。適当にドンキでタトゥーシール買ってつけとけば順番待ち可能。10代で100人以上と関係を持ち、一般人も順番待ち可能な女神。4時間で3人をさばけるので順番待ちしてもすぐに席に案内され、再度順番待ちも可能となっている。胸も手から F へと包強し、自身の YouTube チャンネルでサムネ釣りしており、もちろん釣られました。ネット情報はすべて嘘。まだ処女、ほんと可愛い。横浜のイメクラ出身の和製美容師渡辺直美。一般の男性に食事に誘われやっちゃったやつは8回くらいあった。チョコプラ永田は NG だが、一般人は順番待ちできる。永田抱きついたのは男としてじゃないんだよと言い訳しているが、永田のチョコプラはピンギンだったと渡辺は証言している。Guys are watching this fucking TV shows. よかった。テレビに映るとチャンネルを変えられてしまう人気者の菊池亜美。酔うと自分の男性遍歴を語り出すらしいが、誰も知りたくない。日本の元アイドルで元タレントとして活動していた、誰だかよくわからない、聞いたこともない田中由紀。私やりまんなんです。やりに行けるアイドル目指します。彼氏にフェラしすぎて顎関節症になっちゃいましたと発言しているので、天使だったことは間違いない。とりあえず順番待ち。
実はですね、私なんとやりまんなんですとカメラに向かって笑顔で宣言。さらに田中は彼氏に対して口での行為をしすぎたために顎関節症になってしまいましたと恥ずかしげもなく笑顔で語り、さらには AKB48 さんが会いに行けるアイドルをやってまして、私はまあとりあえずやりに行けるアイドルを目指そうかなと思ってるんですよねと語り、しまいには上原愛ちゃんみたいな AV 女優さんになれたらなと思って事務所に相談したことがあるんですけど、まだ早いって言われちゃいました。やりに行けるアイドルとか言っても、もうそれアイドルじゃないからね、これはもうね、やりに行ける女ですって言ってたけど、やりマンですって言ってたけど、医者や弁護士などのエリート男性22人と同時に付き合い、それを谷コミューンと呼んでいた谷初穂。ここまで身を削って話題作りしてもネタにもされず全く売れず、2017年に所属事務所のホームページから名前が消えた。谷コミューンは、今16人ですね、ちょうど。で、フィギュア界の聖君としておなじみの浅田舞、一時期ギャル化してクラブで順番待ちをさせていた天使。順番待ちできなかった方のためにシリコンたっぷりの G カップ写真集を発売。妹から LINE ブロックされているくらい仲良し。本田姉妹とも仲良しで、本田姉妹の YouTube で番設定されている。ミスインターナショナルファイナリストの肩書きを持つ大見、全く売れないので去年までごまたをかけていましたと告白。うち3人はプロスポーツ選手で、残り2人は50代の会社経営者と30代の一般会社員と明かす。しかも会社員以外は不倫でしたと不倫ネタも付け加えるが、ネット記事扱いで終わる。お金持ちであれば順番待ち可能。タクランのすすめでおなじみの北島麻衣、 DNA 鑑定でタクランバレとなり離婚するも親権放棄。タクラン息子は傷害容疑で逮捕され、さすがのカリスマ育児を披露。タクラン可能であれば順番待ちできるが、誰も並んではいない。不倫性癖が強すぎて消されてしまった山本モナ、既婚者の希望だったが社会的地位がなければ順番待ち不可。プロ野球選手であれば身を蚊取り用した五反田のラブフォーウエストに行けます。民主党の政治家であれば自民党になれます。